ジュースジュースの金沢智子です。1995年7月2日生まれの B 型です。出身地は埼玉県で、性格はよくマイペースと言われます。はい、我が家の父親がですね、中島智子さんという女優の方がすごい、なんかなんて言うんだろう、こう魅力的だったというか素敵だなと思ったらしくって、そこから私に智子っていう名前をその中島智子さんから取ってつけていただきました。得意なことは物理の勉強が好きで、まあ、他の教科が苦手だからっていうのもあるんですけど、好きで物理は自分から進んでやってました。歌ももちろん好きなんですけど、こう得意と言えるまでこう胸を張ってうまくはまだないかなっていうか、もうちょっと練習しなきゃなっていう感じです。苦手なことはダンス、ハロープロジェクトのこうハロプロ研修生っていうところに入ったのが2012年の11月とかだったんですけど、こうなんかこうもうちょっと早くからダンスやっておけばよかったなって結構思うことが多くて、やっぱり高校2年生の時に入ったんですけど、なんかなかなか人よりも吸収が遅かったりとかもしたので、まあ、もっともっとこれから頑張りたいなって思います。毎日欠かさないことは梅を食べることです。梅が大好きで、特にカリカリ梅が大好きなんですけど、それは毎日コンビニとかで買って食べてます。テンションが上がる瞬間はキュートの鈴木愛理さんに会えた時かな初めて会った時ですか？初めて会ったのは私カラオケ大会、なんかベリーズ工房さんとキュートさんのベリキューさんっていうユニットさんのなんかカラオケ大会に応募して、同じステージで初めて一緒に歌わせていただいた時に、それまではこうなんて言うんだろう、アイドルを私は応援したいなと思ってたんですけど、なんかこう一緒に歌ってみたら私も歌いたいなっていう風にすごいなんかエネルギーをもらったし、なんかすごいキラキラしてて感動しました。ジュースジュースのメンバーに選ばれた時はまだハロプロ研修生に入って2、3ヶ月しか経ってなかった時だったので、どうしようと思って、って感じで、まさか私がっていう、なんか名前を呼ばれた時もこれなんかの間違いかなって思ったぐらいびっくりして、でも本当に嬉しかったんですけど、メンバーのこともまだ全然知らなかったので大丈夫かなっていう不安もありました。サブリーダーの役割っていうほどなんかこれが仕事だよっていうのも特にないんですけど、だからみんなと変わらずっていう感じなんですけど、こうなんて言うんだろう、リーダーとかがすごい頑張ってくれてる分、サブリーダーとしてやっぱり宮崎ゆかちゃんのことを支えていくっていうのはもちろん、こうなんて言うんだろう、みんなのことをこう影からって掲げながらこうひっそり見守るというか、なんかそういうサポートの仕事があるのかなっていうふうに思います。リーダーの宮崎ゆかちゃんは20歳になったんですけど、こうホワホワしててなんかすごいまだこう若く見えるっていうか、ピンクが似合うし、すごいなんだろうな不思議な子なんですけど、でもなんかだけどすごいなんか根はしっかりしてるっていうか、ちゃんと自分の意志も強いし、なんかゆかちゃんがリーダーになってくれてよかったなって本当に思えるような子です。で、高木さゆきちゃんは最初に
あのジュースが配れたばっかりの時は、組まれたばっかりの時は、なんかすごい真面目で、なんかリーダーになるなら高木さゆきちゃんとかってみんなで言ってたんですけど、そんな時もあったなってぐらい今は違って、なんかすごいなんだろうな、好奇心旺盛で何でも やりたがるなんか面白い子です。それで、宮本かりんちゃんはすごい、まあ高木さゆきちゃんとはこう反対に、こう出会った時からあんまり変わらないっていうか、宮本かりんですみたいな、なんかすごいプロだなって思うところも多いし、歌もなんか上手だし、一番すごいのは美意識がすごい高くて、なんか私より年下なのにメイクの仕方とかもすごいこだわりがちゃんと自分であって偉いなっていう風に思います。上村あかりちゃんは、あーもうなんかなんだろう、何回も言ってるんですけど、いろんなところで言ってるように天然でこう可愛いらしい、なんか美人さんなお顔とは裏腹に、こうすごい子供というか甘えん坊で、なんかメンバーにすぐ抱きついちゃったりとか手をつないじゃったりとかする可愛い子なんですけど、まあ、そこがそのギャップみたいなところが良さだと思うので、これからも変わらずいてほしいなと思います。私金沢智子はですね、ジュースジュースの中だとやっぱりサブリーダーっていうこともあるし、こう影の進行役みたいな、なんて言うんだろう、表だってこう進行したりとかはしないけど、リーダー宮崎ゆかちゃんのサポートをするみたいな、そういう存在かなって思って。